大木軍の副将になった経緯は皆さん、こんにちは。宮司のコーランです。今回は、うは、大木軍の副将になった経緯についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。大木軍の副官として活躍し、現在は、大将軍の一人になった童。無敵な突破力を誇るファルファルと、鋭い戦術目で、バランスが良い武将です。彼は、 いかにして6章だった王木の副官になったのでしょうか本編では語られてませんが、ある程度は出ている情報から推測ができます。そこで、唐の過去と王木との出会いについて、私なりに考察してみました。唐の出自と王木との出会いを考察。1、唐は、裕福な氏族の生まれ ?2、王木とは、親の代からのつながり ?3、百人称の副官からスタート一、唐は、 裕福な種族の生まれまず、ウの出身について、ですが、種族の出身だということが伺えます。しかも、ただの氏族ではなく、中の名家の可能性が高いですね。というのも、刊末漫画で掲載された、ウの子供の頃のエピソードが理由です。彼は、6歳の頃に、すでに、剣の師匠がおり、しかも、達人クラスの腕を持ってます。剣で切れないその鉄甲を両断でき、 トウが使う、ファルを使える人です。親ではなく師匠ということは、トウの親がお金を出して雇っているのでしょう。それも達人クラスの人物なので、雇うのにかかるお金も高額になるはず。子供に師匠をつけてまで、剣術を教える、ということは、士族だと推測できます。それも6歳からという英才教育なのは、かなりの上流階級なはず。さらに、修行で使っているその鉄甲冑は、 品で手に入れるには、かなり高額なはず。それを両断させてしまうということは、修行にかけるお金の余裕もあるのでしょう。師匠持ち。六歳からの修行。鉄甲冑の使い捨て。以上の三つができているということは、品でもかなりの金持ちの士族出身と推測できます。に、おうきとは、親の代からのつながり次に鍵になるセリフが、徳尾身から発されています。 大う軍の中で誰よりも古参という。誰よりも長く大うきと共に戦ってきた男。つまり、とは大う軍の最古参であり、初陣から一緒にいる可能性があるのです。ここで大うの出自を思い返してみましょう。大うは名門である王家の傍流の家の出です。そんな名門出身の大うの軍であれば、素性が確かで信頼できるものが配置されるはず。 よくある流れで考えれば、唐の一族は、おうきの親か、その前の代から使えていた、という可能性が出てきますね。おうきの親の軍で、唐の親が軍長を務めていた、あるいは家老のような立場だったのかもしれません。いずれにせよ、親が信頼されていたからこそ、息子の王うの側近に抜擢されたのでしょう。防流とはいえ、王家の一人に仕えるなら、それなりに、士族としてもよい身分のはず。となると、 一の考察も大きくは外れないでしょう。三、百人称の副官からスタートそして、当の偉人についてですが、いきなり百人隊の副長だった可能性があります。傍流とはいえ、大雪は名家の出身であり、一、兵卒からスタートすることはないでしょう。つまり、ある程度の地位から、軍歴をスタートさせているはずです。名門の出ということを考えると、 最低でも百人かからスタートしてるかとその大木軍の中で誰よりも古参と考えるとやはり無人の時から副長だったのでしょうもちろんいくつか別の可能性もあります副長ではなく一兵殺でしたが専人の部下が全員先に死んでしまったなどですが徳臣の言い方的には専人など関係なく最加算というニュアンスでしたまた どの方が、大うきよりう人が早く、経験を積んでから大うき軍に来てるのかもしれません。この可能性は低くありませんが、外見年齢は、ほぼ同じくらいか、大うきの方が、年上に見えます。となると、ういの時期もほぼ変わらず、最初から副長だったのではないでしょうか。一二のように有力な家柄で、親の代から繋がりがあれば不自然ではありません。ちょっと強引な説な気もしますが、ある程度、 納得できる説ではないかなと。この等は、大気き軍の復勝になった経緯について、皆さんはどう思いますかよかったらコメント欄で、考えたことを教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、偶児のコーランでした。またね。